株式会社、加納匠久志庵は、滋賀県大津市に本社を置く日本の菓子製造業者。和菓子の製造、販売を行っている。1958年、大津市職員であった柴田誠二が佐藤を学んだ経験を活かして、自宅を工場として和菓子賞、加納匠久志庵を創業。1968年に株式会社化。社名には、 お客様のお口に十分叶うよう、練り上げた手作りの芸の持ち味を発揮して、いつまでも末長くお喜びいただけるような和菓子を作り出していこうと心がけていく、地味でつつましい歌唱という意味が込められている。創業当時、菓子作りに関しては素人であり、知人の菓子職人から10日ほど手ほどきを受けたに、過ぎなかったという。聖治の次男、清国の時代に、 農耕一体の思想を取り入れた、ことぶき長尾の里を造営。里山の風景をそのまま残し、梅や柚子など、約800種の植物が植えられた、自然美あふれる、約20万8千平方メートルの広大な敷地に、本社をはじめがし工場、茶席、川床テラスカフェ、食事所、イベントホール、売店などを併設しており、毎年三月の梅の開花シーズンには、梅祭り、 秋には、秋の菓子祭りをお見たからが開催され、陶芸、農体験、菓子作りなどの体験教室が開かれている。年間の来訪者数は6万人にも及ぶ。里では、大津市立大石小学校の児童を受け入れて、田植え体験も行っている。1971年に販売された、あも、は、牛皮と小豆を組み合わせた、サオ菓子であり、同社を代表する。 ロングセラー商品となっている。全国菓子大博覧会において、第18回23回に、高松の宮名予想最賞、23回24回に、工芸大賞、25回に、農林水産大臣賞を受賞。2013年には、滋賀県立芸術劇場琵琶湖ホールの公式スポンサー、第1号となったほか、2015年には、市中心部、 中町商店街の再活性化を目指す運動を主導し、町づくり会社、百町物語を設立。商店街の再生を支援している。会社案内、加納匠久氏案2017年1月1日閲覧、株式会社、加納匠久氏案、リクナビ2017梅祭り、加納匠寿案。 ことぶき長尾の里子のみう食品新聞2016年3月25日、ハット AB 市が発言金印、加納匠久し案、農耕一体の里からは菓子文化発信、産経新聞2013.11、21、大津市立大石小学校3年生が田植え体験、市が毎日新聞2016年5月21日、滋賀県大津市で、和菓子の祭典、秋の菓子祭りから、 我が子作り体験もマイナビニュース2014年11月5日、お菓子の博覧会お菓子なんでも情報館2017年1月1日、閲覧、琵琶湖ホール公式スポンサー第1号に、加納匠久志案から、文化振興で、タック琵琶湖大津経済新聞2013年7月18日、大津中心部の中町商店街に、 再生の兆しリニューアルから1年産経新聞2016.430ありがとうございます。